はい、どうも、ジョシュキッチンです。今日はですね、おそらくみんな大好きなチーズケーキですね。チーズケーキ、今日はチーズケーキの中でもユダヤ人がアメリカに持ち込んで作ったのが発祥と言われているニューヨークチーズケーキですね。こちらを作っていきたいと思います。少し甘さを控えて作っていただくと非常にワインと相性がいいチーズケーキですね。チーズ使ってるのでもそもそも相性がいいと思うんですけど、今日はワインと合わせたいニューヨークチーズケーキ、こちらを作っていきたいと思います。ですが、その前にチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。はい、焼き上がりはこういった感じになります。はい、そしたら材料紹介まずはしていきたいと思います。まずは今日はこちらですね、オレオ、これを使っていきます。オレオを使って今日はチーズケーキの底になる部分ですね、ボトム生地っていうんですけど、今日はオレオを使って簡単に作っていきます。とオレオに混ぜ込むココアパウダーと、それとこちらが生クリームとクリームチーズですね。クリームチーズはあらかじめ常温に戻して柔らかくしておいてください。サワークリームも同様ですね、常温に戻しておいてください。グラニュー糖、これがボトム生地に入れる塩で、こちらがバニラエッセンスですね、とレモン果汁と、これが薄力粉とコーンスターチを混ぜたものです。もうあらかじめ混ざってます。に卵と少しコクを加えるためのパルミジャーノですね、パルミジャーノレッジャーノ、今日はこちらを使っていきます。以上の材料を使って今日はワインと合わせていただくのも非常におすすめなニューヨークチーズケーキですね、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはボトム生地ですね、作っていきます。今日は簡単にフードプロセッサー用意して、ここにオレオですね入れていきます。で、そこにココアパウダー加えて、フードプロセッサーでしっかりと細かくしていきます。失礼しました、忘れてました。ここに塩を少し加えて、少しだけ塩味のあるボトム生地にしていきます。で、塩を加えたらもう一度回していきます。で、今日はこれでボトム生地は完成ですね。このオレオに入ってるクリームがあるので、それで少しこうボトム生地しっとりするので、バターは今日は加えなくても大丈夫です。はい、そしたらこの型の中にボトム生地を敷き詰めていきます。そしたら、こういった丸い平らなものなど使って、しっかりと押さえて、敷き詰めていきます。はい、そしたら、冷蔵庫で、こちらは一度冷やしておきます。はい、続いて、ボトム生地作れたので、今度は、アパレイユって言って、その上のチーズの生地ですね。こちらを作っていきます。まずは、大きめのボウルに、クリームチーズ。まだちょっと硬いですけど、これしっかりと柔らかくしておいた方がやりやすいですね。で、もし柔らかくし忘れたとか、硬い状態、これぐらいの硬い状態だったら、軽くレンチンして柔らかくしておきましょう。クリームチーズがこのぐらいですね、ゴムベラで練れるぐらいのこう柔らかさですね、になったら、ここにグラニュー糖を加えていきます。で、今回のチーズケーキのポイントは、クリームチーズに対して硬いものから加えていくっていうのがもう基本ですね。硬いものから。なので、まずはグラニュー糖ですね。加えてしっかりとなじませていきます。で、ここにもしもいきなりここに生クリームとかを加えてしまうと、このクリームチーズのダマがクリームの中で泳いでしまって、ダマが取りきれない状態のまま仕上がってしまうので、必ず硬いものから加えて、クリームチーズのダマを常になくすような意識で混ぜていってください。で、今日はここでホイッパーなどは使いません。グッドゴムベラで混ぜていきます。なぜかっていうと、ホイッパー使っちゃうとこのクリームチーズの中に空気が含まれてしまって、焼いてる時にその空気が上に持ち上がって穴が開いてしまったりとか、そういったことになってしまうので、空気をなるべく含まないようにするために、今日はゴムベラを使って丁寧に混ぜていきます。続いてクリームチーズと砂糖がしっかりと混ざって、ダマがほとんどこうない状態ですね、このぐらいまでしっかりと混ぜられたら、ここに今度はサワークリーム加えていきます。サワークリーム加えることによって、このほのかな酸味が加わるので、チーズケーキの仕上がりが非常に美味しくなりますね。サワークリーム加えたら同じようにしっかりと混ぜていきます。
で、しっかりと混ざったら、今度はここにパルミジャーノですね。加えていきます。で、これでクリームチーズとサワークリームだけでは補いきれないコクを加えていきます。はい、そしたらしっかりと再び混ぜていきます。で、そしたらここに卵を加えて、それからバニラエッセンスですね。このバニラエッセンスを加える理由は、卵臭さがどうしてもこのベイクドチーズケーキですね、ニューヨークチーズケーキとかは残りやすいので、それをちょっとこうかき消してあげるためですね。特に気にならない方はこのバニラエッセンスに関しては入れなくても今日は大丈夫です。バニラエッセンスも加えたらまた混ぜていきます。もうこれは卵がしっかりと馴染むまで根気よく混ぜていきましょう。そしたら次に生クリームですね、加えていきます。それとレモン果汁加えて、再びしっかりと混ぜていきます。はい、そしたらその粉類をふるってから加えていきます。これふるってから必ず加えないとダマになってしまうので気をつけてください。しっかりとふるったら加えていきます。で、これで粉っ気がなくなるまでしっかりと混ぜたら、これでアパレイユは完成ですね。オーブンを190度に予熱して焼いていきたいと思います。はい、そしたら先ほど作ったアパレイユをこの中に流していくんですけど、こういった感じに周りにも型紙を入れるようにしてください。静かに流していきます。はい、そしたら湯煎焼きにしていくのでお湯を入れていきます。190度で約20分ほど焼いたら、今度は170度で約40分ほど焼いて、表面に焦げ目をしっかりとつけていきたいと思います。はい、焼き上がりはこういった感じになります。はい、こういった感じですね。湯煎焼きしてるんで結構こうフルフルっとした感じになるんですけど、この状態で粗熱を取って冷蔵庫で一晩しっかりと冷やしていきたいと思います。しっかりと冷やせたので型から外していきたいと思います。はい、それではカットしてお皿に盛り付けていきたいと思います。で、こういったものをカットする場合は、軽く包丁を温めてあげて、それからカットすると綺麗に切れます。これで完成ですね。それでは食べていきましょう。今日はデザートワインを合わせていきたいと思います。ではいただきます。今日は2種類のチーズを使ったベイクドチーズケーキですね。ニューヨークチーズケーキです。で、下のボトム生地、底になる部分ですねは市販のオレオっていうクッキー使ってるので、非常にお手軽に作れる今日はレシピになってます。ではいただきます。いいですね。こう甘さを今日は少し控えめに作ったニューヨークチーズケーキになっているので、こういった少し甘さのあるデザートワインが非常に相性いいですね。今日は非常にお手軽に作れるこういったデザートワインとかに合わせていただくのがおすすめなニューヨークチーズケーキですね。ユダヤ人がアメリカに持ち込んで作ったって言われている、これも諸説いろいろあると思いますので、詳しい方はコメント欄なんかでちょっと教えていただけたらなと思います。非常に簡単に作れるレシピになっていますので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。デザートワインの甘さがこういい感じに引き立てられて、めちゃくちゃ相性良くておすすめです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。